こいつは誰が片付けるんだ。ヨウム、お前が片付けるのか。はい、ゴウキさんも1回戦突破おめでとうございます。どこに持っていくんだ。地獄ですよ。え、当然ですよ。6名王の可能性がなくなったんですから、もう地獄に送るだけです。それはゴウキさんや道影さんも同じですよ。最初に英気様が言ってたはずですよ。6名王候補にならないと地獄に行くだけですって。今回本戦に参加している一般選考組は全員一級犯罪者です。負けたらすぐに地獄行きなのはみんな理解してくださいね。嫌な役割を押し付けて悪いな。いえいえ、ぜひ最後まで頑張ってください。でも最後に残るのは一人のみ、ゴウキさんと道影さん、もしくは二人とも消えるんだよね。それが今日決まる。辛いな。本当にすまんな、ヨウム。まさか、無傷で顔。想像以上だな。まさかそこまで一方的な結果になるとはな。まさかそんなことが。この大会はどれほど温存しながら戦うかが肝。逆に間違えれば実力差関係なしにこういう結果に終わることもあるというわけか。なあ、毒虫の奴はどこに行ったんだ。ゴウキ、地獄に連れて行かれたよ。6名王になるチャンスを失ったんだ。当然のことだ。じゃあ俺は次の試合に向けて体を休める。そうだったな。俺たちは第一級犯罪者、本来ここにいていい存在じゃないからな。ゴウキはそれを目の当たりにしたんだろう。ここで負ければ死ぬよりも苦しい永遠の苦しみが待ってるってことか。それから助かるためには全員を押しのけて6名王になるしかない。再認識したぜ。ここにいる全員が敵だ。全員潰してやる。とりあえず次の試合だな。それでは引き続き、1回戦第2試合、安藤桃対安藤雅の試合を始めます。待て、桃、落ち着け。俺たち双子の兄弟だろ。それで殺し合いなんてどうかしてるぞ。よく言うぜ、最初に攻めてきたのはお前だろう。迷宮理論、最初から俺を楽して殺すつもりのくせによ。冗談だろ。俺たちの能力は対極な関係だよな。俺は正しい情報を周りから集める能力、それに対してお前は偽の情報を周りに流す能力だが、面白いのは結局それは双子の俺にはお前の嘘は通用しないんだよな。待て、待ってくれ。じゃあな、兄弟。勝者、安藤桃。続いて1回戦第3試合、ディアンシア対ウィリアム・ユーバーの試合を始めます。ゴミはゴミらしく無人になってろ。こいつの恐怖を具現化できない。俺に怖いものなんてないんだよ、最初っからな。うわぁ、最初っから相手になるわけないんだよな。続いて1回戦第4試合、ファムタールエリケット対イチジクユの花の試合を始めます。私の力を半分半分にする能力で、あんたの力をもらうわね。さあ、あんたの頑張りはここで。いやあ、戦闘力の数値で全部を判断するなんて滑稽そのものね。たとえ力を失っても私の体には戦闘力以上の戦闘技術が備わってるわ。これにて1回戦全試合が終了しました。次からは2回戦に移ります。2回戦第1試合、ハレン対宮神宮豪樹の試合を行います。次の相手はとうとう推薦者だ。豪樹、準備はいいか。ああ、だが、蚊に比べて大した気配を感じない。気配を隠すのがうまいやつなのかもしれんがな。そうだな、油断するなよ。お前もな、水牢は強いぜ。悪魔かは毒虫の野郎よりも厄介だからな。ああ、気をつけるさ。じゃあ行ってくる。随分落ち着いてるんだな。そうね、慌てるような相手じゃないからね。へ、言ってくれるじゃねえか。さあ、来いよ。6名王に推薦された実力、見せてくれよ。もう一キロ。ゴウキの次は炎。よー。炎天。お肉ばかりの工場。大空爆上大将。かて、ナイス丈夫な羽なんだ。後ろじゃなく上に飛ぶってことは、かわすことに精一杯だったってことだ。ウィングクロー。そ、そういうことか。あれは羽でない。あれは爪だ。俺たちと同じように武器を操作して戦うタイプだ。しかも、高度も破壊力も申し分なし、厄介な武器だ。あの高度に炎耐性があると見ると、俺と最悪の相性だな。スピードは遅い。それだけが得意か。え、
休んでる暇なんてないぞ。不用意にこっちに近づいてこないでよ。爪を使った近接、遠距離、自身の近接、能力遠距離、バランスをうまく考えてやがる。だが、あいつが二つの爪を使った時、指示方面で大きな隙が生まれる。あいつはそのタイミングで能力を使用して、その間に爪を定位置に戻してる。そこを狙えば。お前では私の盾を崩せない。思ったよりあるわね。まさか私の爪の間をかいくぐってくるなんて。私の能力も自由にコントロールできないのが不便なのよね。感情によって能力属性が変わる能力。興奮が炎属性、冷静が氷属性、怒りが雷属性、喜びが癒し、悲しみが水属性と、感情で能力属性が変わる。融通が効かない能力だわ。仕方ない、まだここで使いたくなかったけど。低波動と第二オーラで一気に叩き潰す。随分硬い表情しているじゃないか。シュラ、合気のことか、それともお前の試合のことか。両方だ。あのハレンってやつ相手に合気がどこまでやれるかって思ってな。それと同時に俺はどうやって水牢に挑むかをずっと考えてた。余裕あるじゃないか。どうせ残るのは一人のこの戦いで、合気の心配ができるんだからな。まあな。あら、六名王のあなたが一人に肩入れしてていいのかしら。ああ、特に言われてないからな。ち、お前も私が六名王になったらすぐに格下にしてやる。物騒だな、いつでも受けて立つよ。余裕面でいられるのも今のうちだ。そこの優子推薦者。なんだ、六名王推薦者。もしお前が勝って私と当たるとしても、そこからの勝機なんかないぞ。あの水色少年レベル相手に警戒してる時点でお前の底が知れる。今度こそ、六名王になるんだ。まったく、煉獄の弟子はせっかちな野郎だ。煉獄の弟子なのか。ああ、全六名王選挙で落ちてから煉獄の元でオーラや精神の修行を主に行ってたらしい。まあ、実力だけなら絶といい勝負してたし、センスがあるのは確かだな。へえ、あの絶クラスか。邪魔したな、ぜひ頑張ってくれ。最初から最後まで油断できないな。ハレンまさか2回戦から霊波動使ったわね。仕方ないでしょう。合気が50万ほどの戦闘力でハレンの防壁をくぐり抜けてきたら、この試合で勝ってもあと2試合も残ってるのに力持つのかしら。あの子ならあの爪だけでも脅威ですからね。なんとかなるかもしれませんね。まあ、ここまで戦闘力が開いたならどれほど素早く片付けるかが鍵ですね。さあ、そう簡単にやられるかしらね。合気くんは全能力。さて、時間が欲しいし、一気に片付けますかね。俺も同じだ。だが、しまった、先手を取られた上にダメージを。ここは後先考えてたらかのように負ける。これはマラソンだ。今ここで全力で走ったら後々大きな失速があるかもしれない。それでもここで、もう迷ってる暇はない。全力で、本当の全力でお前を潰す。霊波動、そして刀剣融合。まずい。刀剣融合、天下人の連携。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。